ません、声がひっくり返った。まあ、ともこちゃんにもらった喉飴を舐めてる。喉飴を、本日は、本日日曜日は朝からロストジャッジメント、そして夜のライブと、本当に何時間やってたの？気になるわ、気になるわ。ちょっと待って、何時間やってたんだろう。7時間8、9、10、12時間ちょ、自分でびっくりしました。12時間ライブしてたの私。12時間、ライブありがとうございました。それ寝落ちするわな俺は寝落ちするわな。ありがとうございます。朝が6時間49分、夜がね5時間やっておりました。ありがとう。夜の方が、絵合わせ、正解はこれでしたね。正解はこれでした。絵合わせゲームと、ビンゴさせていただきましたので、もう一度発表させていただきますでございます。ビンゴは白玉子ちゃんでございますね。そして絵合わせは、こちらの答えでしたが、これを一番このスパチャを一番最初に打ってくれた方はミヤさんでございました。おめでとうございます。ミヤ氏が一番でございます。おめでとう。そして、マールさんが3つでございますね。そしてケンジさんが4つ、そして北直ちゃんが3つ、パンちゃんが1個、こちらのね、ハートのスパチャを打ってくださいましたので、ケンジさんにも一番多く打ってくださった方ということでね、チェキを取ってます。ミヤさんとケンジさんにチェキを取ってますでね、T シャツを取ってほしいのでね、皆様のチャンスをと思ってね、絵合わせもやったんですけど、ミヤさんもケンジさんも寝てしまい、ケンジさんなんてもう俺はいい寝るみたいなT シャツ狙って T シャツ狙ってと思いながらなので今日すごく今日スパチャルが多かったので、チェキもそれなりに頑張りました。チェキもそれなりに頑張りました。チカちゃん想像してください頑張りましたので、絵合わせのね方々、楽しみに待っていていただければと存じます思います。ありがとうございました。本当に。そして高野菜ですね。結構頑張ったよ、いつもより。そして高野菜、高兄ちゃん、ふんち、北直ちゃん、高兄ちゃん、秋山さん、まるさん、北直ちゃん、こうさん、そして一番を取ってくださった秋山さんでございます。おめでとう、秋山さん、おめでとうございます。秋山さんはね、土曜日も、高野菜一番を取ってくださってますので、イラストをね、絵を描いて色を塗るところまでさせていただきました。秋山さん少々お待ちくださいませ。マールさん、マールさん、レオちゃん、かっこ沼野郎、モフちゃん、王子、高兄ちゃん、西森さん、白玉子ちゃんがね多分遅いのよ。白玉子ちゃんがタイミング逃したって言って、白玉子ちゃんが5連ねうんちを打ってくれてるんですけれども遅い遅かった。白玉子ちゃん三冠狙ってくれてるのにタイミングが遅かったでございます。残念侍。そしてまるさん、北直ちゃん、まるさん、高兄ちゃん、白玉子ちゃん、北直ちゃん、まるさん、北直ちゃん、まるさん、高兄ちゃん、白玉子ちゃん、秋山さん、
レオちゃん王子、ダックちゃん、そして滑り込みでなんと白玉子ちゃんがしてますので、ブーミー賞はダックちゃんでございます。おめでとうございます、ダックちゃん。ダックちゃんはということで、チェキは白玉子ちゃん、ミヤさん、ケンジさん、ダックちゃんでございますね。そしてイラストが秋山さん、秋山さんありがとうございます。こちら書きました。たかたかだったった、こちら、ガクってなった、ごめんなさいね、失礼。こちらでございます、こちらでございます、こちらで、じゃじゃん、秋山さんありがとうございます。これ何をしているかと言いますと、あの背景がないのでちょっと分かりづらいかもしれませんけど、こちら、スイユンさんで、スイユンさんでのね一コマでございます。地下がスイユンさんの1階のビール飲み放題のところでビールを飲んで酔っ払って一人でグダグダ言ってる動画があるんですけれども、スイユンさんってあの温泉旅館でございます。温泉旅館なんですけども、グダグダね喋ってる、一人喋りしてる動画がねあるんですけれども、そこにね秋山さんがよく行ってくださってるので、あなんか地下の椅子に座ってきたよとかね報告してくださってるのでね、それを書きました背景描けばまた次にやった時に背景とか描かせていただければと思うんですけども、地下猫が酔っ払って美味しそうにビール、これ多分2杯目ですね飲んでるところでございます。秋山氏ありがとうございます、ありがとう。いや今日で忘れし、じゃあ今日はねこの鳥取ゴールドを食べたんですけれども、配信終わりにめちゃめちゃ美味しかった。これをちょっとこれを食べながら刺身と一緒に結局食べちゃったんですけど、結局ね電子レンジでねあのちっちゃいお皿に2回移して、こうやって移して温めて移して温めてつって、結局温めて食べてしまいました。美味しゅうございました。私はちょっとねあの悪魔的な食べ方をしまして、最初普通に食べたんだけど、途中ね白玉子ちゃん、これをくださった白玉子ちゃんに許可を得てマックス鈴木さんのお店で頼んだ背脂のあのなんかタレをブッと中にビャッと入れて背脂ラーメンにして食べました。美味しかったですそれもそれで悪魔的でした本当に。いやーこれ毎日食べてたら太るしニキビもできるだろうなみたいな。結局あ電気つけてない、結局背脂はねあのウーバーで今日は頼めなかったんですけれども、残っていた背脂のタレでねこれがラーメンが楽しめるというあのことができましたので結局背脂食べてんだよな美味しいです、油って美味しいですね、カロリーって本当に美味しいです皆さんお気をつけください、カロリーは美味しいですバイバイ。